です。今日はですね、神 VS 神、VS ワンコロさんと、10本選手の10先の連戦をね、やっていきましたんでね、こちらの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ、早速見ていきましょう。いやー、マジでめちゃくちゃ久々の連戦となりましたね。バーサスワンコロさんとのね。10本戦士あったんでね、本当にね、めちゃくちゃ強かったんでね。しっかりと解説していきましょう。まずは俺が開幕 TSD スタートですね。TSD スタートに、T スピンダブルでスタートにしてるのに対し、ワンコロさんがこれ左からのカウンターを組んでるね。とりあえずひとまず黄色ハッカの、赤までの4連鎖を構えている。で、右もね、ちゃんと青とかで同時消しを踏まえつつ、ここで打ってくると。で、俺はちょっとそれをしっかりと凝視して、同時消しを踏まえた上での4連鎖からここはしっかり受けてって、テトリスで返していると。さあ、立て続けにどんどんテトリスを打ってって、さあ、あれはどうだ？上に黄色が乗ってるか次第だけど、これは全部一旦受けようとしたけど、ちょっとタイミングがずれた感じかな、今の。おそらくだけど、お邪魔を全部受け切ってから、赤のゾロ目でデカめの単発で対応としたんですが、まあ、ちょっとタイミングが合わなかった感じでしたね、おそらく。さあ、まずは1本もぎ取っていくと。で、俺は今度は DT4 スタートですね。DT4 スタートに対し、ワンコロさんはこれは、青ハッカーかな。真ん中の青ハッカーの連鎖も構えてて、一番上の黄色ハッカーも、真ん中の赤ハッカーも全部ハッカーできますね。すごいな。どっからでもハッカーできる形を残しているが、さあ、ここでデカミの2連鎖ダブルに対して俺がもうゴリゴリの連を組んでいる。さあ、伸ばしてって、一旦ここでちょっと連がね、繋がんないんで、仕切り直してからここから連ハッカーですね。さあ、どこまでワンコロさんがこれ連鎖を伸ばしていくかですが、赤ハッカーかな。赤ハッカーで、回して、おっと、回らなかった。おそらくだけど、一番右側に回してってって感じでやろうとしたけど、ちょっと回しミスった感じだったかな、今のは。俺のかなり、デカめの連もあったけど、でも打ち切れたとしたら、もしかしたら今のは帰ってた可能性もありますね、12分に。さあ、今回は早めの4連鎖を仕掛けていきましたね。俺が TSD 打ったところに早めの4連鎖でしっかりと創生を合わせていき、テトリスはね、やっぱりこの受け切れるところはやっぱり受ける方がいいんで、できる限り受けてからのこの T スピンダブルとテトリスを連発しているところで、テトリス打ってからのこれちょっと同時消しが結構込みで入ってるんで、一旦少しだけディレイをかけて、若干創生をね、当ててる感じにしてます。やっぱりね、その総裁もの火力の方が、相手の攻撃をね、軽減させることができるんで、同時消しが来るって分かってた場合の時は、基本的に少しディレイをかけて、総裁当てるようにしましょう。さあ、2ライン消しからの T スピンシングル。ワンコロさんは、2連鎖目のこの連結が多めの、3連鎖までですね。赤を入れてから3連鎖かな。赤を全部しっかり入れてからの、デカミの2連鎖から3連鎖、青と青までつながってる4連鎖。今の青でちょっと見えなかったな。で、俺はしっかり2ライン消しと、T スピンダブル取ってね、最低限こう2ライン消しでやっぱり相手にね、お邪魔を送っていかないと結構辛くなったりするんで、最低限の火力を送ってはいるが、ワンコロさんもしっかりと4連鎖でしっかりとお邪魔をこのね、巻き込みながらの連鎖で掘っている体勢。T スピンシングルからのテトリスで、でもこれ10万って言ってるんで多分マージン来てますね、これね。ここでマージンタイムがもう来たタイミングで刺さっていくと。いや、でも危なかったな、今の試合に関しては。かなり危なかったですね。10万5000って言ってたんで、あそこ耐え切られたとしたらマージンの火力で、結構小連鎖でも返ってくる形になってたんで、あそこ耐えられたら相当やばかったですね。だからなんとか押し切っていくと。さあ、今回は DTTK です。DT4 からの TK 済みで、ワンコロさんは緑ハッカーで、これは赤まで欲張った感じかな。しっかりと2段受けても、真ん中に2段振っても大丈夫なんで、しっかり赤まで伸ばして1連鎖。1連鎖、プラスの。ここら辺しっかり冷静ですよね、本当にね。さあ、テトリス打ってから、これ3回分の T スピンダブルですね。T スピンダブル、T スピンダブル、T スピンダブルで、3回目の T スピンダブルがちょっと間に合うかどうかっていう形なんですが、ギリギリ間に合ったが、このワンコロさんの連鎖がうまいな。5連鎖、黄色までこの6連鎖まで入っている。それが刺さってしまう。いやー、これはやられましたね。2ライン消しでギリギリもしかしたら耐えられたくらいだったかもしれないけど、まあでも2ライン消し仮に間に合ったとしても、まあその後がね、かなり自利品になったと思うんでね。
もしそれをやったとしても相当不利だったんで、結構どの道厳しかったような気がします今のは。さあ LJ イルジョンからテトリスを打ってって、さあワンコロさんはここは緑から発火していき、3連鎖、3連鎖ダブルですね、3連鎖ダブルで T スピンダブルだとこれは少し返すで、2連鎖ダブル、2連鎖ダブルに対し、後打ちで返しているけど、これはねギリギリ返らない様子で、これね1つでもね振ればね全然違うんですが、これ1つ振るか振らないかっていうね、そのめちゃくちゃ大事なんですよね。不要側にやっぱりそのお邪魔が降ってる時の時間っていう時間的ロスをできるんで、そのロスがあるかないかっていうのは本当に不要側にでかいんで、これは結構ね痛いですね。俺としては最低限お邪魔1つでも振らしたいところはあるんで。さあ一旦2ライン消しからテトリス打ってて、 STSE スーパー T スピンダブルの略 STSE で2回分の T スピンダブルを打つ形。さあワンコロさんこれまた同時消し、2連鎖ダブルを含む3連鎖、そして4連鎖ダブルでここで紫が揃っていくと、いやーうまいな今の紫揃うのかっていうね。5連鎖目まであるのはこれもう実戦でやってる時本当にこれもう見えないな絶対な。なんならこう見てる側でもね見えないぐらいであるからね。だがしかし俺もしっかりとゴキブリして T スピントリプルから T スピンダブルでギリギリ耐えると、俺もねしっかりゴキブリしますよ。ここはゴキブリしていくが、ワンコロさんが立て続けに間髪入れずにこの3連鎖、少しだけ競り上がりましたね。少しだけ競り上がって T スピンシングルからの、これは青ハッカだな、青ハッカで、ここはさすがにもう無理だと、一旦3連鎖4連鎖までか、紫の4連鎖まで入っている。で、T スピントリプルを打とうとしたが、ちょっと Z ミノ真ん中に屋根付けようにも致命判定いってしまうのと、大ミノが1個左に置こうとしたのが、右側に置いてしまって、ずれてしまって刺さると。いやー、まあでも今のもかなり自利品だったような気がしますね。仮に大ミノが一番右端に行ったとしても、マージンタイムかなり来ていたんで、それを踏まえると、じり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 自利品にさせられて、かなり負け濃厚な試合展開でありましたね。さあここで連射されてしまったが、とりあえず受けてからテトリス、受けてからテトリス、そしてもう一回3ライン消しから T スピンダブルと。さあそれに対しワンコロさんこれは、真ん中の青ハッカだけど、できれば黄色ハッカまで伸ばしたかったけど、しっかりね黄色が来たら黄色から打てるし、まあ妥協でこの緑発火でもできるしっていうね、ちゃんとこの2色発火にしてるっていうのがやっぱりこのリスク管理完璧って感じですよね。ああいうところでもね、下穴はテトリスだね、発火手を塞いで伸ばしてしまうとね、どうしても発火色が来ないとその刺さってしまったりするんで、ああいうのはちょっとね露出させながらの、伸ばしと、こういうところでやっぱりしっかりとリスク管理が素晴らしすぎると。さあ T スピンダブルからテトリス打ってって、これはちょっと連で返していきたいところだけど、このワンコロさんの6連鎖がまたこれでかいので、全部総裁に当ててなんとか耐えの体勢に入ってますね。これは一目さあそんなかんだ言ってる間にだいぶこれも得点がインフレしてって、8万点までいきますね。8万点でテトリスからのテトリス、さあちょっと時間稼ぎつつの3連鎖ダブルと、これね、確実に帰る付与の、量があればちょっとでもね時間稼ぎはね、そのマージンタイムに持ち込むことができるんで、そのため少しカサカサした感じでしょうね、おそらくワンコルさんは。さあ4連鎖打ってって、それを受けてから T スピンダブルテトリスとしっかりとまとめ打ち体勢だが、さあどうか、真ん中の緑ハッカですね、真ん中の緑ハッカで、さあ1回回して俺も後打ちしたい形。さあカサ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 して、おっと打たない、今の打たずに、なるほどうまい、これはいやーこれ心理戦負けましたね。あそこで打たなかったからもう俺が打てば勝ちだろうと思って打ったんですが、まさかのあそこ受けてからのカウンターというね、いやこの判断は読めない、さすがに。いや今のは想定外すぎますね。どう考えても緑から打つかと思いきや、真ん中を削ってからの5段分受けてからのカウンターと、いやこれは本当に分からない、見てても分からないですね、なんならね、素晴らしすぎる。いや見事に心理戦に負けました。だがしかし、まあ、その後の火力で、3列目が埋まっていき、もぎ取ってはいきましたね。さあここは
一旦受けてからのケイトリスを打ってって、ワンコロさん側はこれは真ん中の赤ハッカー、真ん中の赤ハッカーだけど、ここはちょっと一旦妥協でまずは2連鎖で削っていくと。それだがしかし結構形が崩れてるのはここら辺で俺は凝視しているので、そこに間髪入れずに火力を振っていく回転と。 LJ イリュージョン中国ワンコロさん受けて、あー真ん中2段振っちゃったか、これちょっと不運でしたね。真ん中が1段しか振らなかったらまだ黄色のゾロ目から、単発打ってもしかしたら掘れる形があったんですが、まあちょっとねどこに何段振るかっていうのは結構確率論ではあるんでね、真ん中にちょっと2段振ってしまったのは少し不運ではあったと。まあ俺的にはラッキーって感じですよねやってる俺はやっぱりお2段振ってくれたらラッキーって思いながらやってましたね。さあワンコロさんまずは4連鎖打っていく、それに対し一旦受けてからテトリス、そしてティースピンダブルと。このね中開けテトリスの形ね、かなり軽く構築しやすいんでね。さらにティースピンダブルから、これはシャチクトリンかな、シャチクトリンだけどちょっと Z ミノの置きミスが痛いが、しっかりとティースピンダブルからティースピンダブル、そしてテトリスの再生と。アイミノがずれてしまったが刺さると。なんとか、間髪入れずにシンプルにシンプルイズベストにこのティースピンダブルを連発しながら、まあ、相手にね、そのツモの、個数を渡さなかった感じでしたね、今の試合展開はね。ああいうふうにやっぱりね、お気にせなく、シンプルにずっとずっと T スピンダブル打てるのはやっぱ強いですね。全体的に。少しでもね、送るとね、火力を送れるのが、でね、火力を送るのを送れると、相手にね、リソースを構えられてしまうんですが、結構そのずれなく、ずっと同じタイミングでやっぱり T スピンダブル連発するのはシンプルイズベスト強いです。さあここは一旦受けてからダブルダガでティースピンダブル、そしてティースピンダブルからのテトリス、そして再びティースピンダブルと。いやーこれまとめし強烈ですね。ちょっと組み方が若干難しいが、再びティースピンダブルからティースピンダブルと。うん、火力の構築の仕方もかなりいいですね今のね。できるだけもう相手の攻撃やっぱり全部受ける方がいいんで、そのために今のダブルダガーで火力を欲張っていったと。で受けてからティースピンダブル、テトリス、ティースピンダブル、ティースピンダブルと。火力ゴリラですねこれね。さあ LJ イリュージョンで再びこれは、LST 済み体制ですね。 LST 済みという形でしっかりとこの T スピンダブルを連発していく形。さあそれに対しワンコロさんもできる限りこのツモの個数を稼いで、まずは3連鎖で牽制と。真ん中の赤ハッカーもあるんですが、そこはまだね温存しておいて、ここでちょっとね右側のお邪魔を削りつつの、後にできる限り後に残しておきたいって感じですね、これはおそらく。で、もうさすがに、ここで発火していくと。まあ、右側でどうにかなるんだったら、右側で消化して、で、相手がね、ちょっとデカミノ打ってきたら、真ん中の赤で打ってって感じでしょうね、おそらくね。さあ、LJ ユージョンで、さらに T スピンダブル。おっと、これ赤ソロがすごい。赤ソロ、うん？今の赤ソロ何個来た？赤ゾロ5連続に来ました今。やばいな、なんていう確率だこれは。そもそもの話、ゾロ目で来る確率っていうのが付与の16分の1、ゾロ目が1回来る確率って16分の1なんですが、そのゾロ目の赤ゾロが5回連続に来ましたよ今の。なんどれくらいの確率なんでしょうね。やばいぞ今の、こんなのは初めて見たさすがに。さあさすがにでも赤の処理にワンコロさんも困っていそうな感じで、結構形が苦しい感じにはなったが、単発って、いやうまいな、単発ってから81でしっかり発火してると。いやーこれ発火できるのかすごいな、しっかりと。まあかなり辛いかなと思って、だがしかし俺もこれ待ってね、受けて2回分受けてからカウンターと。ギリギリ俺もねかなりギリギリなんですが、その分相手に送れる火力も尋常ではないと。いやーあそこも刺さったかと思いきや、しっかり81を利用して5連鎖を打っていくのもマジですごいですね。あでもね5連鎖っていう連鎖自体はこちらもね把握はしていたんでね、しっかりとそれ2回分全部受け切って、まあ、耐えられることも分かっていたんでね、耐えてからこうカウンターしていったのもいい判断ではあったな。さあ2連鎖トリプルに対し、まずはここ T スピントリプルで完全総裁と。完全総裁させて、積み込みましたね。積み込んだけどちょっと連が繋がらないか。少しだけ連が繋がらないので、もう一回仕切り直しで積み込み体制。ワンコルさんはもうどんどん積んで、一旦まずはここ2連鎖トリプルと。2連鎖トリプルを打ってって。
まあ、単発でここ整地させながら、しっかり本戦を構える感じかな。で俺は15連16連17連から18連エルミノかな。で J ミノ19連アイミノ20連と、いやーでかいこれは。王冠が出ていった。さあ王冠&赤玉です。これは相当でかい。王冠はね返すのはこれ相当至難の技ですからね。さあ6連鎖トリプルから7連鎖ダブル、8連鎖9連鎖まであってもギリギリ足んないかな。まだねこれ星ピヨトで赤玉が4つ残ってるんでね、今の回数のはまあ大体10連鎖11連鎖くらい必要になりますからね。相当でかい。ワンコロさんの連鎖もかなりでかかったんですが、それを上回るそのね連の20連でしたからね。王冠はやっぱ早々返すことはできないですね。あれね至難の技だ。さあここも連でいって一旦削ってからの連耐性、できる限り積み込みたいので、さらに積み込んでいって一旦ダブルミラーを打ちつつ、ビースピンダブルからのここで連シロード。さあワンコロさんはここは一旦4連鎖に対し、俺はしっかりと再び連をつなげていく体勢。連のつなぎ方をどうするか。J からいったか。エルミの縦置きから連つなげてもよかったけど、今回に関しては14連までなんで、まあ、言うほどな連の火力ではないですね。さあ、これぐらいの火力だと、やはりもう難なく余裕で返してくるワンコロさんですね、やはりね。しっかりと返してきて、ここも3連鎖で総裁を当ててと。で、それをちょっと一旦受けてから、俺も少し、ビビタル量の火力を少し返していって、それにさらに、ここに、間髪入れずに4連鎖を、追い打ちしていくと。結構、その、連をやっていたんで、あんまり得点的にはそんなに高い感じにはなってないんですが、マージンタイムはもう、ほぼ、もう来てるぐらいなんじゃないかな、多分。ほぼもう少しで来るぐらいの体勢ですね、これね。さあ、テトリスって言って、結構ね、火力済みにしてるとね、大体 その判断基準として10万点を超えると大体マージンタイムが突入してるっていう、ある一種のね、判断材料にはなるんですが、やっぱり連の場合だとね、スコアがあんまり上がらない部分があるので、結構今もうマージン入ってるのかなみたいなのが結構分かりにくいっていうところは少し連の弱点かもしれないですね。さあ、だがしかしもちろんもうさすがに明らかにマージンタイムには突入してるので、4連鎖がでかいが、これをもうできる限り全部受け切ってからのテトリスは。さあ2連発テトリスを打っていったが、しっかりとワンコロさんもこれも再び4連鎖で返してくる。さらにそれを受け切ってからダブルミラー、このダブルミラー地獄でしっかりと送っているが、ここでジェイミノ置きミスしてしまうと相当ジェリ品にはなるんですが、どうだ。シンメトリパワーから打ってって2連鎖トリプルが強烈だけど、まだ3連消しでギリギリ足りますね。さあ13万点いきます。連込みでの13万点だったんで、まあ、実質これは20万点ぐらいもしかしたらいってるかもしれないですね。10万後半か20万点ぐらいの、通常の火力でのスコアはいってると思います。ただの1ライン消しで火力が遅れる体勢にもなっている。さあこれは相当インフレしますよ。マージンがめちゃくちゃインフレしてってテトリスを打ってって、さあワンコロさん赤が引けないがどうだ。赤が引けずに、さあしっかり回して1段受けてから単発と4個振るが、お真ん中には振らなかった。真ん中に振らなかったんで、しっかり紫ゾロと、赤紫を利用して2連鎖と。いやー、しかもここで俺がずれてしまった。ずれたとこにこの3連鎖は強烈。しかもその単発の追い打ちがもっと強烈だ。これはね、俺の地形置きミスがまあおそらく辛いと、判断してワンコロさんがこの単発の追い打ちまで仕掛けてきましたね。素晴らしい追い打ち。まあ結果的に言えば置きミスが致命傷になった感じではあったけど、まあ仮にズレがなかったとしても、多分あそこまでのマージン入ってる状態だと、まあワンコロさん相手にはね、相当苦しい戦いを強いられていたと思います。さあ4連鎖を打たれるが、とりあえず T スピンダブルと2回分の T スピンダブルでしっかりと総裁。いやこれね、やっぱりね、そのマージンタイムマニマニその持ち込む立ち回りがうまいっすよね。まあ、ちゃんとあんまり不要のその量を消費しすぎずに、できる限り、もう適量で対応して、かつ
あの使いすぎてしまうと逆にねその全部受け切られてテトリスのね攻撃で刺さってしまったりするんで、ほどほどにほどほどの量でこの調整して、でまたね不要の量を維持してっていう立ち回りがね本当にうますぎますね、ワンコロさんね。ここまで正確にやれるとかなりテトリス側も辛いところ。さあしっかりと T スピンシングル打って、さあ黄色ハッカーではなく上の2連鎖ダブルにしてったか、こういうところですねやっぱりね。今のも普通の人だったら大体の人はまあ今の発火するんですけど、今のはね2連鎖ダブルでちょっと短縮して少しね連鎖の時間を短くしてからの、またね付与の量を少し残しておいて次につなげるっていう感じでしたね。いやああいう判断ね本当にめちゃくちゃむずいと思うんですけどね、まあ、これを難なくやってくると。さあここは一旦2連鎖なので俺もテトリスをしっかりと打ってって、さあどうだ、ギリギリ押し切れるか押し切れないかちょっと微妙なラインなんですが、これはさすがに刺さったか。いやーでもねやっぱ難しいですよね、付与の量を維持しつつまたねそのずっと、それをね繰り返していく感じにはなるんで、かなりのこの精度は要求されるんで非常に難しい戦法ではあるんですが、それをねめちゃくちゃのもう尋常じゃない精度でねこのプヨの量をね維持してくるところが本当に異次元すぎて怖いところですね。だがしかし、まあでもこれも危なかったな、言うて11万点超えてるんでかなりもうてかまあマージンタイムには間違いなく突入してましたね、マージンタイムには突入していたんですが、ギリギリ、ワンコロさんの形が、辛かったのを見越して火力を送ったのか無事刺さったと。いや危ないところだったな、まあ、結果的にはまあこれ3対10で、一応勝ちをもぎ取りはしたんですが、まああのね精度ねずっと繰り返されると正直これいつやられてもおかしくないですね、本当にねそれぐらいのあの怖さを感じました連戦してて。いやマジでねワンコロさんねめちゃくちゃ強かったですね、そしてすごいめちゃくちゃに面白かったです。というわけで、じゃあまあ今日はこんなところで終わっていきましょう。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではではお疲れ様でした。